ねえ、なんか全然だね、今日で。いや、だから良かった、ゆっくりつけるから。さっきまでさ、書けなかったから、マジありがとう。誰もいないのじゃん。いや、なんとか書けるけど。まあまあ、今日は、ゆっくりだね。うん。暇だから、ちょくちょくヘルプつくかもしれない。さっきから寝れたい。まあでも、買い物飲んだら、そんな、悪いこともない。何時まで？ラストまで見る？ラストまで見る。じゃあ、さん、どんくらいか決まってれば。今日は、お帰りたい。イベントあるから、そのために。ありがとう。今日はゲームナンバーワン取れまして。すごいね、これ。濃いでしょ。後ろが可愛い。後ろ。ガラガラで。ガラガラ。50ぐらい、50ちょい、50ぐらい使ってくれる。ゲームが50くらい。ありがとうございます。結構せっぺだからね。わかりました。50はありがたかった。きついよね、次50。でもね、その。気持ちありがたい。ここいいよ、特等的。失礼します。お邪魔します。ご一緒ですか。皆さん。おはようございます。30も、その通り。今日は。でも週2ぐらいですよね。週2ぐらい。何を着くの久々。確かに。うわ、さっき飲んでる。飲んで、仕事以外は飲んでる。さあ行ってない？大丈夫。それさっきも言われた。先月、めちゃくちゃ頑張ってくれましたね。マジでそのおかげでだもんね。ギリギリしたのすごくね。でも他にも仕事してる人がいっぱい。でも多いから、要するに積み重ねじゃない。いや、どうしよう。それがでかいから。それがないと。しかも本数とかも大事なんですけど、返す人ぐらいめっちゃ嬉しいっすね。そうなんですよね。結局はなんか変えたりしたの仕事とかあるんですか。それまで決まるように今半分通りだけど、ちょっと責任ですか。ああ、そうなんだ。あ、そうなんですか。イベントの時多かったんですよね。あー、はいはいはい。混んでる月食とかに来てて、最初に行ってもらったね。こういう暇な日っていくらくらいで場所に取れます。総売りだと20とか30とかで、うん、シャンパン入れる。シャンパン入れるか、まあでも平野飲んでてもショップでバンバン飲んで、あ、それでも取れる。行く時は行くし、まあ、オリシャンとかでさ、いけんじゃない今日はね。なんちゃんね、来週のちょっとがっつり言いたいな。ああ、そこにね、ちょっと言うのもあるから。ここはラストンはちょっとあれなんだ。イベントだったら無理だと。どうなるかだよね。ラッスンはね、24時ですね。24時、最低で、まあ、あと30分ぐらい。失礼します。いいっすか。おー、飲み出たか。まあ、僕だからなんか最近めっちゃ来てくれてる。ありがとう。週2くらい。すごい。お邪魔しました。ありがたい。週2嬉しいっすよね。いや、なかなかできること。でも週3じゃない。週3来てくれる。すごいね。それでなんか金額で使えないって気がしない。金額十分高いよ。何キロ200万。金額50ですか。いや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 、人数積み重ねない。積み重ね力になってくれてますよ、皆様のおかげなのに。あ、ちょっと待って。今何の話だ。今週やったらラスト取れるのかなみたいな。あー、予定もなさそうし、いけるんじゃない。でもまあ、周年もいいよ。周年に届けたいっていう気持ちもあるし。うんうん。ラストも聞きたくない。あるな。いけるっしょ、いっちゃえば。全然絶対取れる。まあ、でも、まあ、絶対っていう断言はできるけど、取れる、絶対取れると思うよ、本当に。うん、こんだけ。うん、だって今でも結構飲んでるくない。マジでオリシャン。オリシャン1本で
作れそう。いや、一本だとなんだろうね、そんな怪しくない？二本あればまあ安心って感じじゃない？二本で？二本で30万ぐらい。安い金額ではない。あ、でも20か、初計20。30だとでも確実かも。それ、オリシャン2本じゃないの？3本。3本。1本追加になっちゃうけど、そう、でも30万でさ、あのラスト取れなかった方がきつくない？正直。合計いくら？合計だから50万かな。だいぶでかいけど。でもあれや、あのどうせ、周年でさ、あのシャンパン2本入れたら、そう、取れないじゃん。そうね、そうね、歌声聞けないから、それだったらね、今確実に聞ける方取った方がいいんじゃない？そうそう、いや、マジいけると思う。本当に責任取ってる。いや、マジ何でもそう、何でもそう。だってね、取らなかったら本当に怒るから。だからさっき、内勤さん言ってたけど、来店予定のお客さん、その各々の全然でも、上がるとこ なさそうだから。本当に余裕だと思う。いけるかな。いける。じゃあ、ひじみさん、ラスト行っちゃう。いいですか。うわ、はかどります。ありがとうございます。お、またいいっすか。おはようございます。はい、今日飲んでない結構。いや、でもね、ちょっと彼女だから決断がおぉーだったから。マスカーさっき話したやつ、しかも1本、2本、3本。今日確実って言うかも。やば、イベントよりもあれじゃん。え、3本だったらさすがにいけくないっすか。いや、いけるっしょ、今日は。今日はいける。取れる今日でも。これはガチ予定だよ。いいもんないから。マジで。まあ、終年はちょっと後で考える。まあ終年でも、そう、今日取れたら最高じゃない、うん、とりあえず今目先のことを考えよう。人間ってそういうもんだから。確かに、うん、今日は今日で楽しもう。そうこれで、うん、そうどの思い出を持ち出にしまた合同頑張りゃいいじゃん。頑張るか。あー、仕上げて。そう嬉しい。じゃあ、初めてだし、うん、おー、取れるって言うからって入れちゃったかも。おー、ありがとうございます。あ、もう歌決めた方がいいんじゃない。やっぱりね、聞くんじゃないか。聞いたことないか。まあ、ちょっと内勤さんに少しに、うん、言ってくるよっしゃー。いやー、絶対歌えるよ。ゆうすけくんってどんな歌いそう。歌歌、うん、なんだろうな。エグザイル、バックナンバー、ヒップホップの歌よ。ヒップホップ好きだ。バーとかでは結構歌うけどね。見たことないやでもなんかそんなあんま歌わないようにしてる。うん、レア感。そう、レア感。今の一回一回大事にしないとさ。すごい、これ富士越え。クリアの時はね、もうなくなった。あれやもん。イエイ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 。先月の使ってくれた金額と一緒分ぐらいですか。え？そう、かわいい。大学さん20みたいなので多くない？パーちゃん1年。そう、しかも3色全部入れてくれた。嬉しい。かわいい。やった、かわいい。うん、映える映える。かわいい。さあ飲みますよね。まあ、余裕っすよ。単純計算だな。もう飲まないや、そう。はい、ちょっと俺は嬉しすぎるな。ただいまの時間をもちまして、本日すべてのオーダーを終了とさせていただきます。ただいまの時間をもちまして、本日すべてのオーダーを終了とさせていただきます。いや、絶対取れるっしょ、これは。いけるっしょ、いけるっしょ、さすがに。クラビーこんな入れてくれるのあんまないっすよ。いや、マジで俺の姫ないもん。シェフがカスパーアイテムナンバーシャリーン本当に愛登場テンプルよりなんとなんとロジャープラチナ一発でいきました。アリアス、アリアス、マジかね、シャンパン。へぇ、結構高いですね。証券さんじゃなかった、一緒ぐらいかな。一緒ぐらい。え、それラスト大丈夫？多分大丈夫。あ、こっちの方が。でも結構飲んだじゃん。締め切って
最後の最後で滑り込みで入れたんだと思う。大丈夫だから。まあ、飲んでますか、食品とか。そんな飲んでないですか。そんな、多分大丈夫ですと思うんすけどね。まあ、でも、ね、全然そんな感じじゃなかったから。こたつぐらいしかないですね。はい、ちょっとでも、ちょっと不安だね。今回、上げてきたのと。え、ごめんごめんごめん。結構あれですね、僅差すか。突然来ちゃって、お客さんが。でもいいこと。入って、そう、すげえ申し訳ないんだけど、ちょっとラストンが、ラストンいただいちゃって。はっ、負けちゃったちょっと、はい、取れるって言ったんだよ。いや、マジ申し訳ない、本当に。土壇場で来てくださって。取れるって言ったやん。取れるって言ったから言ったんですよ。大丈夫って言ったよね。絶対大丈夫って言ったよね。いや、もうちょっと、もうちょい見とけば。いや、その時はね、ごめん、いけると思ってた。いや、本当におかしいから。きついな。言って、金額払う価値なくない？何のために入れたって。飲みたいから行こうなって。もう1個よ。せっかく、なんで3人払ったし。だって50も払わなきゃいけない。まあでも入ってほしいな。サプライズで入れてくれたのも嬉しかったし。サプライズで喜んでもらおうのために入れたわけじゃなくて、そう、困ってあげようと思って入れたわけ。この後のあったがつまんなかった。いや、わかんなかった。今度時間ないし。お前払えよ、マジで。いや、それはちょっと、あのね、責任取るって言ったのか、何でもするって言ったよね。賞金30でいけるって言ったのだよ。まあ、僕らね、絶対大丈夫って言ったよね。それ、そこまでやったんじゃないの。いや、本当に、そういうわけではないんだけど。いや、おかしいじゃん、聞いてるし。言っていくのが広い。だってタイミングがちょっと、マジでタイミング悪かじゃないじゃん。おかしいじゃん。まあ、でも、ね、ありがとうね、本当に嬉しかったですよ。やり方とかいらないから。本当に取れるだろうって確信持ってたからさ、本当に申し訳ない。申し訳ない。大丈夫。マジで。え、金額分かってる。こっちはどんな思いだから分かってる。いや、本当ごめんね。ごめんじゃねえよ。マジで。金返せよ。本当に。あ、みんなめっちゃそう。本当にその通り。どんな思いだから出ると思ってんだよ。いい、一回その落ち着いて。一回話そう。あずさん、あの、二人で話すんで。あ、ありがとうございます。逃げんじゃねえ、マジで。マジで、逃げんじゃねえ。いや、俺も正直いけると思ってて、でもうちょい見とけばよかった。これ、検査だと思うんだけど。お疲れ様です。はい、まあ、とりあえず最後は落ち着いてくれてたんですけど、女の子も本当にラストン取ってほしいっていう気持ちで言ってヘルプついてくれてたんですけど、まあちょっともう絶対って言ったのがちょっとあれでしたね。あの女の子を気に触っちゃったっていうか、まあやっぱ高額使うんで。全然ですよ、いつもワイワイ謙虚な子で。で、先月と同じ金額を今月のこの単日で使って、でその先週とかも来てくれて、で今月も結構来てくれてる中 で、まあ、来月とかもの予定、あ、来週とかも予定してたんですけど、それで今日ちょっと無理して行ったのに取れなかったっていうのがだいぶやっぱ、まあ僕が女の子の立場でも気になっちゃうかなと思うんで、まあなのでちょっと女の子には今日来たことを後悔しないように、納得してもらえるように、ちょっと楽しませたいなって感じですね、この後。